失礼。ありがちズム。新宿にありがちなこと。今日は新宿で飲み会か。新宿いろんな店あるし楽しみだな。どんな店に行くのかな。いや、私の好みの店だったらいいな。次は新宿、新宿でございます。あ、もう新宿か。どんなお店か考えてたらすぐに着いちゃった。よし、降り合った。確か待ち合わせは東口だったっけ。ていうか私新宿に来るの久しぶりだな。ちょっと待って。こんな景色だったっけ。ここどこ。確かこっちが、違うな。これ、私どこにいるの今これ。自分がどこにいるのかわからなくなりがち。相変わらず新宿は人が多いな。まあ原宿に行った時も同じ感想言ってたと思うけど、まあ気にするな。どうですか、高収入高待遇です。どうぞ。はい、一応受け取っておくか。ってこれノイ、女性の夜の仕事の求人のやつじゃねえかよ。俺は男だから求人側じゃなくて行く側の人間なんだよ。だから渡すのは違うだろう、ちゃんと人見て渡せや。っていうかどんな間違い方なんだよ。ティッシュ配りが多くいて誰にでも渡していがち。もう楽しすぎて終電逃しちゃったよ。まあ逃しちゃったというか、もうわざと逃したみたいな。それな、間に合わないの分かってたけどそのまま飲んじゃった。もう一軒行っちゃう。おお、いいね。行こう行こう。お店どこにする。そうだね。まあ、とりあえず、取り木でいいんじゃない。おお、取り木族か。いいね。安いし、美味しいし。よし、行こう行こう。二次会、三次会は、だいたい取り木族になりがち。取り木いいね。今日も仕事疲れた。部長に怒られるわ。クライアント様に頭下げに行かないといけないわ。なんで俺が行かなきゃいけねえんだよ。部長の責任なのによ。ったくもう。家に帰って酒飲んで寝るか。あそこに警察が集まってる。なんだ、どうしたんだ。まあよくある光景か。気にしないで行こう。数分後。また警察がいる。なんだ、さっきも見たぞ。さらに数分後。ここにもいるじゃねえかよ。何があったんだ。なんか広い範囲で事件でも起こってんのか。声早く帰ろう。一日に何度も数人の警察を見ることがありがち。トラブル多いのかね。警察の方ご苦労様です。欲しいものがあって地下で買い物したのはいいんだけど、出口に出るまでにめっちゃ迷っちゃって歩き疲れた。もうややこしいのよ。どこかで休憩したいな。スートパ発見。入ろうっと。そんで私の大好きなフラペチーノでも飲んで休憩しようっと。いや、満席やないかい。そら予想はしとったけどね。ここ新宿やし、そら混んでると思ってたけどね。思ってたけど、それでもフラペチーノは飲みたかったんや。チェーンのカフェがたくさんあるのに、どこも満席で座れないがち。数年前。上司に朝まで飲みに付き合わされた。気持ち悪い。始発で帰らないといけないか。マジかよ。朝から勘弁してくれ。もらい蹴らしそうになるわ。現在。さーてと、始発で帰るか。出た出た、新宿の風物詩だ。てなわけで、道はこっちか。朝から酔っ払って吐いてる人を見すぎて慣れてしまいがち。もしもし、久しぶりね。あんたちゃんとそっちで元気にやってるの？大丈夫だよお母さん、ちゃんとやってるって。そう？ならいいけど。でも心配だから、お母さん今度そっちに行くわ。こっちって東京に？別にいいでしょ。それに新宿で散歩でもしたいし。ランチしましょうよ。別にいいけど、新宿で散策とか大変なことになるけどいいの？軽い気持ちで散策しようとすると大変なことになりがち。さ、今日は終電で帰らないと。なんか道端に落とし物があるな。なんだこれ。これ男物のパンツじゃねえか。なんでこんなところに。それとなんで横にバナナが落ちてるんだよ。どういう組み合わせなんだ。男物のパンツと一緒にバナナ。卑猥なようで卑猥でもねえし。背景が全くわからない落とし物が落ちていがち。なんとか待ち合わせ場所の東口まで来れた。待ち合わせ時間まで結構まだ時間あるし、友達が来るまで YouTube でありがちズムでも見よっかな。ねえねえ、何見てるの？俺にも見せてよ。これありがちズムじゃん。俺も見たことあるよ。うわうわうわ、出ました、ナンパ師だ。やっぱり東口だな。数分後。
うっし、バスト方面に集合場所変更と。バスト方面は大人っぽい雰囲気でナンパされないから安心だな。バスタ側は大人な雰囲気があって落ち着いて待ち合わせできがち。今日はご馳走になっちゃってすみません。結構高かったのにごめんなさい。いやいや、とんでもない。当然のことをしたまでですよ。キュー、この人いい人だな。食事の時とかもすごく気遣ってくれてたし、素敵な人だな。え、わあ、ちょちょ、やべ、ネズミだ。でけでけ、なんでこんなとこにいるんだよ。汚ねえ、怖えよ。なんでもどっか行ってくれよ、もう。女の私盾にするとかマジか。っていうか、こういうところで本当に人間の本性って見えるよね。こいつなしだわ。美味しい食べ物をたくさん食べたであろうでかいネズミが出てきがち。ふーん、今日も仕事頑張った。それに最近は新宿駅にも慣れたし、迷うこと減ったな。私もついに都会の女になったって感じ。すみません。はい、どうしました？新宿駅が全くわからなくて、私上京したばかりなのでわからないことだらけで、大江戸線はどこから乗れるんですか？案内しますよ。落ち着いてください。大丈夫ですよ。わあ、なんか昔の私を見てる気分だわ。助けてあげないと。新宿の道を訪ねてくる人は大体泣きそうな顔をしていがち。資料は持った、他にもあれも持ったな。よし。で、打ち合わせの時間は2時間後だったな。あ、おお、今のプロムナードの広告はゲームの広告か。毎度毎度広告に個性があって、どんな広告になってるのか結構楽しみにしてるんだよな。さて、ゲームの広告の後はどんな広告になるのかな。新宿メトロプロムナードの壁広告が面白くて楽しみにしてる人がいがち。ねえ、今日はどこに待ち合わせにする？そうだな、アルタ前集合でもいい？アルタ前か。オッケー。じゃあ17時にアルタ前で。はい、了解。アルタ前か。アルタ前って聞くと笑っていいとも思い出すな。もうあの番組も懐かしいって言えるようになっちゃったのか。世代によってはアルタ前と聞くと笑っていいとも思い出しがち。はあ、やっぱり東京はすごいわね。そうだね。新宿は人も多いし、母さん疲れてない？東京住まいじゃない慣れてない人が歩くと結構疲れるもんよ。全然元気よ。あ、ティッシュある？鼻かみたくて。ああ、あるよ。はい。ティッシュが真っ黒。何これ。歩いた後に鼻を噛むとティッシュが真っ黒になりがち。え、そんなに汚れてんの？私今日はカフェに行きたくて。いいかな？カフェか。じゃああそこに連れて行くか。ああ、いいよ。いいとこあるんだ。数分後。わあ、すごい。新宿にこんな落ち着いたカフェがあるんですね。いいだろう。英国式庭園さ。君にぴったりかと思ってね。女性が好きそうなカフェがいっぱいありがち。今どこにいるの？え、ルミネに行っちゃった。もう、なんで勝手にルミネに行っちゃうかな。え、あれ、今通り過ぎた男の人って芸人さんじゃない？あ、そっか、ルミネ近いし、そりゃ芸人さんもいるか。なんら不思議なことではない。ルミネ付近はお笑い芸人と遭遇、すれ違う確率が高くありがち。どうですか？皆様も新宿あるある共感できましたでしょうか？もしよろしければコメント欄の方で盛り上がっていってください。それでは次の動画でお会いしましょう。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。